時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM みさよのふるさと自慢あじ島の時間がやってまいりました。お着物のリフォーム、そして着付けですとか、あと教室ですね、着付けの教室をやられてます、はい、あと菊子様、そして、ご子息でいらっしゃいますあと敏郎さんにスタジオにお越しいただきました。ようこそ。こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。あとさん緊張してます？緊張してます緊張大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、あの実を言いますと今目の前に ね商品があります。お着物、はい、正月とかに私なんかもお着物を着るんですが、いいですね、お着物を着るんですけども、タンスの中にこうしまう着物ってあるじゃないですか、はいはいはい、そのお着物をこうまた、再就職をさせようと、リフォームですね、はい、リメイクをしたものを皆さんにねちょっとご披露ちょっとしたいと思うんですが、これがね風呂敷、ほらおらららら、はいはいはい、ね、確かにね、この柄っていうのはすごい素敵ですよね。風呂敷、これすごい素敵ですよね、はいはい、こういうものですとか、あとはですね名刺入れ、これ名刺入れなんですよ、うん、そうそう、実を言いますと先ほど見て ねこれねすごく使いやすい名刺入れ、ね、うん、余裕があるね、うん、そうなんです、ね、これねいろんな置物をですね、はい、ほどいて、はい、それでもう一度息を吹きかけて、はいはい、で皆さんにこう使っていただこうという取り組みもやっておりましてね、はい、であとはこの副菜入れって言いましてね、お茶なんかの時に使うんですよ、はいはい、これ返しを入れたりね、草入れたりする、うん、そういう入れ物ですね。素敵、これ帯ですかね。帯ですね。ね、ね、こういうものをお使いになりまして、はい、いろんなものをリメイクをしたものをもう一度本当に蘇らせてるっていうのかね。でもう本当にとっておきの一枚って言っていいようなものをたくさん作ってくださってるんですね、はい、同じものがないんですね。そういうことです、そういうことです。で、このねお着物のお仕事を、なさろうと思ったきっかけってあるんですか？そうですよね、私も着物ずっと携わってて、はい、着物の生地はい、素材、はい、すごく絹とか綿、はい、とか麻、はいはい、そういうもので体にも優しいし、はい、それが本当にだんだん着物を着なくなった時に、はい、もったいないなっていう気持ちから、うんうん、はい、母にいただいた、大島とか特にも鹿児島なので、はいはい、そういうのを、ほといて、それで着物だったら着ないだろうけど、うん、洋服だったら着るだろうなと思って、それがきっかけですね、実を言いますと、はい、今きこ姉さんが着てます、はい、ベスト、あとはジャケットですね、はい、たくさん着てるんですけど、もうとっても素敵なね、ちょっと立っていただいて、皆さんちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、その下が、これがジャケット1枚目1枚、ほらこのジャケットも帯とは思えないすごく素敵なデザインのものですよね。はい、その下が大島ですかね、ね、それもベスト、はいはい、素敵ですよね。それね、今はるかさんの背中の後ろにあるこのタペストリー、はいはい、でこれタペストリーって言ってもカバーとかそんなにもしてもいいんですよね、はい、で、パッチワークっていうかね、いろんなこうお着物をほどいたものをこうやってパッチワークでつないで、はい、私はタペストリーに壁にかけてるんですけども、はいはいはい、これとっても素敵なんです、はい、こういうものですとか、あとはですねコートなんかもお作りになってるんですが、はい、まあ軽い、こう持って、和服をほどいたやつで、ものすごくね、軽いものなんですね。で、その軽いですね、軽いんですよ、はいはい、で、お着物なんかをこうリメイクしてその生き返らせようと、まあ着物だったら着ないけどこういうふうにリメイクしたら着るかなということで、はいはい、ご自分だけのために最初はやられたんですね。そうですね、はい、ところがそれが、いろいろ、ご要望が多くて、ね、私がちょっとお伺いした時もですね、これはもう頼まれてるのがいっぱい送られてきてましたね、ああいうお仕事、もう最初はでも、あれですよね、学校卒業されて学校の先生をやられてたんですよね。それからお着物に携わっていかれたんですね。そうですね、はい、じゃあお母様の思いを洋服にして、そうです、すごいですね。だから着物っていうのは、うん、
直線立ちなので、はい、洋服みたいに切り刻んでないから、はい、これを再生するのにも結構便利だったり、やりやすかったんですね、でそれで着物の柄っていうのは洋服の柄にないようなすごい色合いとか ね、そうですよね、そうですね、肌触りもいいし、まあ、それにもう本当に魅力感じました。着ててですね、ものすごく軽いんですね。でその軽さもお年をちょっと召した方にはすごく人気があるんじゃないでしょうかね。そうですね、であれでドレスなんかも作ってましたね。そうですね、結構もう皆さん、うん、いい着物とか、うん、結婚式用に作ってる留め袖なんかを、はい、もう着ないからっていうことで、はい、あとドレスにしたりこう、リブ式にしたりとか、はいはい、もう皆さん喜んでくれてますね。そしてお裁縫も教えていらっしゃるんですよね。でも、阿藤さんはご自分はお裁縫習いに行ったことはなかったですっておっしゃってましたよね、はい、でご自分でもう物をやることによってお勉強だったんですね。そうです、素敵ですよね。すごいね、ね、もう本当に素敵だと思いますよ。器用でしょうしね、当然ね。で私たちもやっぱ鹿児島、ね、種子島ですから、やっぱ私の母とかおばあちゃんがね、大島はやっぱ着てました。あとかすりですね、はい、ああいうのなんかももったいないなと思いながら、今も私は娘が着てくれてるんですけども、だけどあこれを洋服にしたらね、どんなに素敵かなってそんな風に、うん、思うんですよね。そうですよね、そうですよね。実を言うとですね、コートを見せましょうか。はいはい、はいね、ちょっと待ってくださいね。おっと、磯谷さん、この裏地がすごいと思いません？高、あこれは、ね、おそらくね、七五三の時の男の子のお祝い着ですよね。お祝い着、ブルーの青いね、綺麗な色で、そうですよね。でこの外側、これがですね、大島、はい、そうですね、大島ですね、はい、でこれはね、あ軽いですね、本当にね、んこんな感じなんですよ。つないでください。いやいや、話してください。いや全体見たくてね、初めて見る、でこれ男性の方が着ても、はい、とてもいいと思いますね、いや本当に見るからにか、軽そうで、そうなんです、そうなんですよ、阿藤さんの今度ご子息さんにちょっとお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、敏郎さん、お原祭りでね、初めてお会いした時にね、はい、踊りがねとっても素敵で、もうね、びっくりしたんだよね、かっこいいしね、相当皆さん練習されてるしね、そうですよね、なんか最初から踊ってたんですか、それとも途中から。いや途中から踊りに参加させていただいて、まだ、実は5回ぐらいしか、その1回目の時にお会いしてるんですね、はい、渋谷のお原祭りっていうのは5月の連休にありるんですね。でその責任者が阿藤菊子さん、はい、そうなんですね。そうですね。で息子さんにはちょっと来て踊ってくれよと、はい、ね、軽いノリで人数が少なくなってきたので、はい、その時に子供に頼みました。お芋を頼んだ、はい、でもう種子島大好きなお兄ちゃんなんですけども、そうですね、種子島でお生まれになって少しの間種子島で育ったんですかね、はい、そうですね、もう本当幼少期、幼稚園の時だけなんですけど、はい、それからはもう毎年毎年年に1回ぐらい帰るような感じで、まあ、夏の泳げるような季節に入ってた、それが一番いいですよ、はい、そうですね。お原祭りをね、最初にお母様がね、踊れって言って行った時から、その今もう5年間、はい、その5年の間にはいろんなこのグランプリを取られたり、そうです、ね、すごい活躍ですよね、ご子息さんね。そうですね、もう私ね、ちょうどお嫁さんもご一緒に踊ってたのかな、はい、かっこいいんですよね、背が高いし見栄えするしね、あれはもう一番最初は今年で19回を迎えたんでしたっけね、5月の連休中ですものね、でもう来年は記念すべき20回目を迎えようとしてるんですよね。でこの、鹿児島の渋谷お原祭り、これはどなたでも参加できるというわけではないんですね。私要はあと菊子さんの、はい、この団体はどういう人たちで構成されてるんでしょう。最初からは中種町で構成されてたんですけど、だんだん人数的に減ってきたので、もう
3、4年前からですよね、あの南種と、はい、が西の表の人たちに、はい、参加していただけるようになったのが、種子島は一市二町からできてましてね、はいはいはい、最初西表市中種町南種町ってあるんですが、その真ん中の中種町が一番最初で始まったんですね、はいはい、そこからもう徐々に、まあ、年も高齢化し して、まあ、若い人たちも、まあ、少しは参加してくださるんですが、どうしても人数が足りないと、うん、そういうことで敏郎さんにそうですね、はい、もう踊れと、何が何でも踊れと、はい、ということで、でもかっこいいですよね、こ今この正面にある紫のこれは、はいはい、これは、おはら祭りのハッピーだ、かっこいい、思い出した思い出した、これが、つばめり蝶、はい、はい、蝶々ね、蝶々なんですね、かっこいいですよね、うん、すごく、それが種子島って書いてあるんですね。はい、この間お伺いしたときにおはら祭りという、手ぬぐいがたくさんありました。あ、はいはい、それでなんかハッピー作ってましたよね。そうですね、もう毎年同じハッピー、手ぬぐいですよね、あれを柿渋で3回ぐらい染めて、そう、私もいただきました、染めるその頃に。あ、そうですよね、そしたらそれを柿渋で染めると、結構丈夫な布になってしまうっていうの、はいはい、それでね、しっかりしたハッピーができたんで、ね、これからちょっとまたそれに凝ってしまいそうな感じですもうね、行くとねギャラリーみたいになって、もうとっても素敵ですよ。なるほど、ね、で、まあ、今後も敏郎さんまた踊られていくんですね。そうですね。でも普段お仕事をしてますよね。普段はお仕事して、なんか当然 ねもうウェブの会社、ウェブの、はい、今日もお忙しいのにね、はいはいはい、お仕事を途中で切り上げて、はい、向かってくださったんです。そうですよね。でもやっぱりファンの方々もねたくさんやっぱいらっしゃいますよね、踊ってると、はい、お声がかかりますものね、はい、嬉しいことですね。いや、踊れるのね、踊る他のグループの方もそうですけど、すごい人数ですよね、あれ、沿道もすごいね、応援に来てこられるし、そうですよね、横断できないですもんね、道路を、そうですね、練習はいつ頃から始まるんですか。2月頃から、まあ、月に 2、3 回、土曜日曜日を計画立てて、それで、あとねもう今だんだん増えて、あの連も、今65連で、そんなにあるんですか。種子島のチームがこの一昨年ですね、去年、一昨年ですね、グランプリを取った時はもう、もうすごい、もうお祝いがすごかったんじゃないですか。そうですね、嬉しいですよね。嬉しかったですね、元気出ますよね、そのトップを踊ったのが敏郎さんだったんですね、一番前で先頭を踊って、今後もまだ踊りを続けていくつもりですか。続けていって、また新しくもっと若い人たちが、どんどん種子島の若い人たちが参加してくれたらなと思って、計画があるそうで。そうですね、本場鹿児島に行って、おはら祭りに参加したいっていう、今計画立ててるとこです。11月の3日ですね、来年の11月3日 の、ね、あのおはら祭り、これは種子島チーム、鹿児島の種子島のチームなんですが、都会にいる東京のチームが、渋谷のチームが行くという、そんな感じで、そうです、いいですね、ますますですね、大変なこともおはら祭りにしてもですね、こういうお着物をですね一つ一つ掘り起こしていただいて、で本当にもうとっておきの一枚をますます作っていただいて、で私たちもですねそれをこう着て歩くことによって、人がこう、自分の着物もというようなね、そんな感じになるように協力を惜しまないですね。日本の文化の後押しですから。そうですよね、ぜひそんなことでまたよろしくお願いしたいと思います。そういうお母さんを、敏郎さんも尊敬なんですよね。さっきそんなことをおっしゃってましたよね。もう頭がらないですね、親にはね。そうですよね。でまたですね、スタジオに来ていただいてですね、その時の様子ですとか、もうぜひお話をいただければ嬉しいなと思います。本当に本日は、ね、ぜひぜひお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。